上の階に行くアダムを目撃したと言いました。事情聴取の後、警察はコックを逮捕。なぜでしょう？これは1階建てのレストランです。上の階に行くことはできないんですよ。こぼれた紅茶。スージーは大学の試験の勉強をしにカフェに行きました。ミルク入りの紅茶を注文し腰を下ろします。10分後立ち上がってお手洗いへ向かいました。戻ってくるとパソコンの電源がつきません。カップは空っぽになっていました。誰かがパソコンにお茶をこぼして片付けたようです。カフェのマネージャーを呼んで何が起こったのかを尋ねると3人の容疑者が浮かび上がってきました。バリスタは忙しすぎて何も見ていないと言います。監督者はミルクティーがパソコンにかかったことは残念だ、保険で保証できるか確認しましょうと言いました。バリスタ長はミルクティーがこぼれたのは残念なことだ、警察が来るのを待つ間もう一杯入れましょうと言いました。マネージャーはすぐに誰が犯人かを見抜きました。監督者です。掃除されていたため彼が犯人でない限り紅茶にミルクが入っていたことを知っているはずがありません。オーダーを覚えているのはそれを用意した人だけのはずです。消えた携帯。舞台は再びカフェ。今回はスチュアートがテーブルにスマホを置いていってしまいました。しかし気づいて戻るともうスマホはありません。外に逃げる人影を目撃しスチュアートは犯人を追いました。彼を捕まえてスチュアートは尋ねます。デバイスをなくしたんだ、誤って持って行ってはないだろうか。男性はこう答えました。スマホがどこかなんて知りません、コーヒーを買いに行っていただけなんです。スチュアートはすぐに警察を呼びました。なぜでしょう？スチュアートはデバイスをなくしたと言ったんです。スマートウォッチ、カメラまでいろんな可能性がありますよね。この男性が携帯を盗んだのではない限りデバイスがスマホだったとは知らないはずです。パン屋はどこへ？カップケーキデンは美味しいカップケーキで有名な地元のお店です。月曜日の朝パン職人が失踪し誕生会に予約を受けていた200個のカップケーキを届けることができませんでした。オーナーは警察に連絡し3人の容疑者に事情聴取をします。アシスタントはアイシングを買いに出かけていたといいます。しかし戻ってくるとパン職人が失踪していたのです。ウェイターは200個のカップケーキを作って汚れた店内を掃除していたと話しました。マネージャーはお店で売るビーフジャーキーの新しい仕入れ先とのミーティング中だったといいます。警察たちは誰が嘘をついているかを見抜きました。皆さんはどうですか？正解はマネージャーです。カップケーキのお店でビーフジャーキーなんておかしいですよね。最後の質問で正解。アダムはテレビの難問クイズショーに参加しました。5万ドルを勝ち取るために残すところあと1問となったところで助けを求めて親友のルークに電話をします。最後の問題はこちら。 ACIPCIF を並べ替えて出来上がる単語は何でしょう？国、町、大きな山、あるいは海洋です。ルークは答えを導き出しました。皆さんはどうですか？
答えは海洋です。並べ替えたら PACIFIC パシフィックとなります。どこに隠れてる？ある日マーティンが失踪したので家族が警察に通報しました。警察たちはそこら中を探して15人に事情聴取をしましたが、めぼしい情報は得られません。息子のジェイクは父親からの手紙を発見しました。俺のことを愛しているなら見つけられるはずだ。息子は書斎に行ってヒントがないかどうかを探しました。部屋を見回し、すぐに父親の隠れ場所を見抜きます。皆さんはわかりますか？壁の上にキャビンの写真が飾ってあり、手書きで円が書かれていますよね。きっとここにいるはずです。水中の洞窟で迷子。サラは洞窟ダイバーとしての資格を取得したばかり。午後、危険な水中の洞窟を探検してみることにします。右へ左へと泳ぐうちにサラは迷子になってしまいました。帰り道を探す時間もこれ以上前に進む時間も残されていません。そんな時、3つの道が答えはサラです。ベルギーではオランダ語、フランス語、そしてドイツ語が使われます。スイスは主にドイツ語で、モンテカルロは主にフランス語です。それでは部屋に戻りましょう。でも待って、乗ったエレベーターは罠のようです。ホテルの地下に連れて行かれ、目の前に3つの扉が現れます。1つ目の扉は大アナコンダ、電気ウナギ、そしてヤドクガエルが生息するアマゾンの熱帯雨林につながっています。2つ目の扉は世界で最大かつ最強の海流、南極寒流につながっています。3つ目の扉はハワイのマウナケア山の山頂につながっています。海面下にまで広がる世界で最も高い山であり最大の火山です。1つだけ安全な場所があります。どれでしょうか？6秒で答えてください。答えは3つ目の扉です。マウナケアは旧火山で、数十万年前に噴火が止まりました。そのため安全です。洞窟から脱出し、やっと部屋に向かいます。しかし入った瞬間に電気が消え、バーやチェーンが床に転がる音がします。腕を使って周辺を探ってみると、木の表面にボコボコしたものが。これは点字でこう書いています。テーブルの上にある3つのマッシュルームのうちの1つが脱出を助けてくれます。慎重に選ばないと、あなたは一生この暗い部屋から出られないでしょう。左にあるマッシュルームは力と傷を癒すパワーを与えてくれます。真ん中にあるマッシュルームは電気を戻してくれます。右にあるマッシュルームはあなたを小さく透明にしてくれます。5秒で正しいマッシュルームを選びましょう。電気をつけても自由にはなれません。また透明人間になったとしても壁にぶつかります。そのため最適な選択肢は力と傷を癒してくれるマッシュルームです。これでどんなに壁やバーにぶつかっても傷は治せます。翌日になりました。車を取りに行くために駐車場に向かいます。しかし鍵がかかっているようです。助手席は3桁の暗号でロックされています。書かれているヒントは ABC=123。 地面に BAD と書かれている紙切れを見つけます。ヒントを使って暗号を入力しましょう。時間は4秒です。答えは214。 B は2番目、
A は1番目、そして D は4番目です。車に乗り込み、ショッピングセンターへと向かいます。宝石店にやってきました。金貨やダイヤモンドなど、高価な金属でいっぱいの隠れ部屋を見つけ、入ってみることにしました。その瞬間、部屋に閉じ込められてしまいます。店長の仕業です。暗い部屋の中で生き延びるためには、一つしか方法がないと言っています。それは、マフィンを一つ食べること。間違ったマフィンを食べれば、そこで終わり。正しいマフィンを食べれば、自由が手に入ります。一つ目のマフィンを食べると、苔になります。二つ目のマフィンを食べると、穴熊になります。三つ目のマフィンを食べると、蛇になります。時間は3秒です。苔は太陽が長い間ないと生き延びることはできません。そして、蛇も体温を調整するためには太陽が必要です。正解は、穴熊になるマフィン。この生き物は暗闇の中でも長い間生き延びれます。市長に呼ばれました。彼はあなたが穴熊になってしまったことを気にしていません。町のあるレストランで不思議なことが起こっていると言っています。全員ゾンビになってしまったようです。人間が一人残っているので助けてほしいと頼まれます。しかし、まずはそれが誰なのか知らなくてはなりません。三人の人が写っている写真を見せられます。この中で一人だけが人間です。三秒で人間を見つけましょう。答えは右側にいる女性。赤い箇所はホットドッグを食べた時にこぼれたケチャップです。リサは夜の8時に電話を入れてきて、家に帰るところだと言ったそうです。しかし、リサが家に帰ってくることはありませんでした。警察は3人の容疑者を尋問します。リサの親友であるアシュリーは休暇から帰ってきたばかりだと話します。ご近所さんであるマークはリサが車でどこかへ行くのを目撃したと話します。リサの同僚であるポールは夕方ショッピングモールで買い物をするリサを目撃したと話します。嘘をついているのは誰でしょう？ポールはリサの居場所に関して何かを知っているはずです。リサがその晩行ったのはショッピングモールではなく映画館だからです。警察への通報。アマンダが人気のない公園を歩いていると誰かに頭を殴られました。意識を取り戻すと、バッグ、スマホ、お金、書類が消えています。周りには、お年寄り一人以外誰もいません。アマンダは慌てて彼女の元まで駆け寄り、状況を説明して警察に通報してもらえるようにお願いしました。おばあさんは快諾して、携帯で110番通報します。しばらくして言いました。すぐに来るわって言ってるわ。それを聞いた瞬間、アマンダは慌てて逃げました。なぜでしょう？女性の携帯が圏外だったことにアマンダは気づいたからです。それなら警察が来るかどうかなんてわかりませんよね。怪しいお年寄り。デート。ベティは二人の男性からデートに誘われて天にも昇る気持ちです。しかし二人とも期待させるわけにはいきません。一人だけ選ばないと。スティーブンはベティの秘密の片思いの相手。実家がお金持ちでハンサムで頭脳明晰。一年前から彼のことを思っています。ジョンも素敵な男性です。優しくて面白い人であることは間違いなし。ベティは途方に暮れてしまいました。どちらを選ぶべきでしょうか。皆さんならどうしますか？ベティは
ジョンを選ぶべきです。スティーブンはベティのことを本気で好きなわけではありません。首元には口紅の跡、これを残したのはスタンレーです。ということでジョンを選んだ方が良さそうですよ。変な暗号。ブライアンは友達からヨーロッパでの夏の休暇の誘いを受けました。残念ながらブライアンの成績はパッとしない結果、罰として父親はパスポートを没収して金庫にしまってしまいました。ブライアンがパスポートを取り返すための唯一の方法は暗号を解くこと。一生懸命勉強するのは面倒ですもんね。父親の書斎に忍び込んだブライアンは金庫に挟まっている紙を発見。紙には4つの絵、バラ、虹、三毛猫、バナナ。ブライアンはしばらく考えて、それから4つの数字を押しました。暗証番号は正しかったようで、金庫がオープン。その番号とは何でしょうか？2731です。各数字は絵の中の物体の色の数に対応しているんです。あれ？この謎が解けるんだったら、もう少し一生懸命勉強すればいいだけじゃ。ってな。いっか。心配した夫。警察が男性からの通報を受けました。彼は落ち着いて話もできない状況です。妻が交通事故に遭ったんです。警察が到着した時には、奥さんはすでに病院に搬送されていました。警察たちは奥さんが家の横の木に激突したということを突き止めます。車は修理不可能な状況でした。警察の一人が車両をチェックして女性のバッグを発見。中には運転免許、車の鍵、お金と銀行のカード、ノート、パスポート。捜査直後、夫は警察に逮捕されました。なぜでしょう？彼女が運転していたのなら、なぜバッグに鍵が入っているのでしょうか？いい質問ですね。泥棒を見つける。ローレンス刑事が一人で道を歩いていると、誰かの叫び声が聞こえてきました。現場に急行するとティーンエイジャーが泣いています。何があったんだ？結果は正解。さてどの男性でしょうか？帽子をかぶっている男性、コートを着ている男性ということはありえません。さらに犯人はサングラスを外しているはずです。つまり警察が追っている男性は右の人。上唇に小さい傷がありますよね。おそらく口ひげを慌てて剥がした時にできたものです。謎が解決されるとアダムは先に進むことができます。そしてすぐに新たな探偵問題に迎えられました。まさに今新しい絵画の作品を終えようとしていた有名な画家。しかしフランスへ行く用事ができてしまいました。緊急事態であったため、画家は1週間パリに留まることになります。戻ってくると、絵画が台無しに！誰かが黒いペンキをこぼしてしまったんです。まだペンキが乾いていないため、事件が起こったのはついさっきのようです。画家は激怒！メイド、庭師、メンテナンス作業員を呼び出して尋問します。私の留守中に絵画を台無しにしたのは誰だ？何か知っている者はいるか？メイドは、許可なしにスタジオに入ったことはありません。と言います。メンテナンス作業員は、家の修理に黒いペンキは使いません。誰がやったかなんて見当がつきませんよ。庭師は激怒してしまいました。15年もあなたの元で働いているんですよ。私がすると思いますか？全員嘘を言っているようには聞こえません。
それなら絵画を台無しにしたのは誰？賢いアダムは犯人がメンテナンス作業員であることをすぐに見抜きました。画家は絵画がどのようにして台無しになったのか一言も説明していないためです。正しい答えを導き出したアダムは前に進みます。狭いホールにやってきました。そこには小さなテーブルの上にコップに入ったオレンジジュースが置かれています。半分くらい入っているようですが、アダムは本当に半分入っているのか見極めなくてはいけません。測量ツールを使わず、ジュースをコップから出さず、どのように測ったらよいでしょうか。アダムはジュースが端に触れるまでグラスを傾けます。グラスの底は見えません。ということで、グラスには半分以上入っていると結論付けました。底の一部が目に見えていれば、グラスは半分以下であるということです。アダムが次に解くべき問題はこちら。男性は自分の人生がどんどん過ぎ去っているように感じています。おとといは34歳、来年には37歳だ。男性の計算が間違っているわけではありません。さて、男性の誕生日はいつでしょうか。アダムは20分間考えて正しい答えを導きました。さて、答えはいつでしょうか。男性の誕生日は12月31日です。彼が物思いにふけっていたのは1月1日。つまり、おとといは34歳でした。次の日、35歳になります。新しい年が次の日に始まって、その年に男性は36歳になります。つまり、その次の年には37歳になるんです。問題を解決し、アダムは次の部屋に進むことを許されます。真ん中には巨大なテレビのスクリーン。突然テレビがつきました。アダムが目にしたのは、暗い地下室に向かう女の子2人。ダメだ。アダムは声を上げます。こんなのまさにホラー映画の始まりじゃないか。アダムは正しかったようです。女の子たちの後ろで閉まるドア。突然のことに、アダムは座席から飛び上がります。女の子たちが悲鳴。停電しているため、一人が携帯の懐中電灯を取り出します。目の前には三つのドア。一つ目のドアの向こうで何かが動いています。誰ですか？アダムには女の子の一人が囁いている声が聞こえました。声が震えています。どうやら一つ目のドアの後ろには、ああ、ダメ、お腹を空かせたゾンビ。二つ目のドアの向こうには燃え盛る火。女の子たちが三つ目のドアを開けたら、むき出しになった送電線が現れます。そこで声がアダムに指示を与えます。女の子たちがどのドアを選ぶべきか当てなさい。間違いを犯したら、女の子たちの命はない。プレッシャー。幸い、アダムは正しい答えを導いて女の子たちを救いました。さて、どのドアを選択したでしょう。正解は3つ目。停電しているならワイヤーは完全に無害なはずです。次に解く謎々は論理問題。魔法使いは囚人たちに2つのうちのどちらかのドアを選ばせています。ドアの1つの後ろにはフレンドリーとは言えないドラゴン。もう1つのドアの後ろには金が詰まった金庫。正しいドアを選べば金持ちになって、この城から抜け出すことができます。
誤ったドアを選んだら、おそらく生き延びることはできないでしょう。ドアには2つのサインが書かれています。一つには必ず嘘が書かれていて、もう一つ、ジャスティンはすぐに欠けている数字が7であると分かりました。必要なのは536とそれに続く537です。金庫が開きました。ジャスティンは次に解決するべき事件のフォルダーを発見。金持ちのビジネスマンであるホワイトさんが寝室から失踪。残されたのは本人からのメモです。メモにはこう書かれています。ジュライの1日、ジャニュアリーの4日、ディッセンバーの1日、フェビュラリーの8日。警察は当時家の中にいた人たちを尋問しました。ホワイトさんの奥さんであるジュディはこう証言しています。ショックです。夫はいつも気をつけていたのに。残念だけど私は何も知らないの。両親のもとに滞在していたので。ホワイトさんの秘書であるローガンは上司のためにレポートを作成しており、書斎を出ていないと警察に話します。ホワイトさんの娘であるローズはこう答えました。友人が来ていて自分の部屋からは出なかったわ。事件は未だ謎に包まれたまま。ジャスティンは答えを導き出すことができるでしょうか。ホワイトさんの失踪の犯人は奥さんです。ジュライの最初の文字は J、 ジャニュアリーの4つ目の文字は U、 ディッセンバーの最初の文字は D、 フェビュラリーの8つ目の文字は Y、 合わせると JUDY でジュディとなります。次の日、ジャスティンは複雑な密輸事件の容疑者としてメアリーを尋問していました。メアリーは口を割りません。しばらくしてメアリーが叫びました。コーヒーが一杯まで入ったカップに携帯を沈ませて真実を全部消してやる。ジャスティンは脅しに全く応じません。なぜでしょう。カップに入っていたのはコーヒー豆だったんです。そのため携帯が壊れることはありません。靴磨きが逮捕され、ジャスティンが勤務する警察署へ連れてこられました。男性は、自分は正直な人間であると叫んでいます。自分は無料で靴をきれいにしてきた。お客は自分の意思でお金を払っただけだ、と話します。しかしジャスティンは、靴磨きのトリックを見抜きました。靴磨きは靴の片方だけを無料できれいにしていたのです。片方だけきれいな靴を求める人などいないので、お客はもう片方をきれいにするように靴磨きに自ら支払いをしていたというわけです。ジャスティンの上司が奥さんに電話を入れ、8時に家に帰ると伝えました。その晩2人に予定などはありません。ジャスティンの上司はほぼ時間通りの8時5分に帰宅。すると奥さんは大激怒。上司は困惑してしまいました。次の日、上司は奥さんが怒っていた理由を解明するようジャスティンにお願いします。ジャスティンは上司にこう説明しました。奥さんは午後8時に帰ってくると思っていたのに、午前8時に帰宅したから激怒したんですよ。ジャスティンは道をパトロール中です。歩いているとおかしな光景を目にします。男性が水の入ったバケツを持って家から出てきて、叫んで水を地面にこぼしました。しばらくしてジャスティンは状況を把握します。男性は洗車しようとしていたんです。しかし外に出ていくと車が盗難されていることに気づいたんです。銀行が強盗に遭いました。警察は
銀行の警備員の一人が犯罪者に手助けしたのではないかと疑っています。ジャスティンは3人の容疑者を尋問しました。1人目の警備員は叫び声が聞こえて慌てて現場へ行ったと話します。しかし到着する頃には犯人たちがいなくなっていました。2人目の警備員は事件当時コーヒーを飲んでいて何も聞こえなかったと話します。3人目の警備員は犯人たちの後を追ったと証言しました。しかし靴紐を結び直さなければならず、あまり深く考えずに非常口の前にしゃがみ込んだその瞬間、ドアが開いて頭を強く打ったそうです。意識が戻るともう犯人たちはいなくなっていたといいます。ジャスティンはすぐに犯人が誰か分かりました。一体誰でしょう。3人目の警備員。すべての非常口は安全上の理由から外向きに開くようになっているためです。ジャスティンの次の容疑者は若い女性。まだ実際に会ってはいませんが、女性の写真が手元にあります。写真を見てみると何かがおかしいと感じたものの、そのしかし辺りを見回すと全く同じ見た目の妹が3人。これも罠です。どの妹が本物か見極めなくてはいけません。間違った妹に触れたら警報が鳴ります。正しい妹は誰でしょう。妹が誘拐される前、一緒に雨の中を歩いていたことを覚えていますか。妹は滲んだマスカラの子です。目の前の妹に手を伸ばし、妹の安堵の表情から正しい妹を選んだことを確信します。手と足のロープと口のテープを外し、妹をハグしました。それから手を掴んで一緒に部屋を出ます。さて、出口を見つけなければいけません。ただ一体どこへ向かえばいいのでしょうか。むやみに角を曲がっているとこの建物の迷路に迷い込んでしまいました。30分ほど歩き回って同じ場所をぐるぐる回っていることに気づきます。迷子になって出口が見つけられないことを認めるしかありません。すると目の前の3つの行き先の前に男性が現れました。どの男性も自分は誘拐されたが逃げ出して出口を知っている、他の2人はここの警備員で誘拐犯のところに君たちを連れて行くつもりだと話しています。さて誰を信頼すべきでしょうか。2人目の男性の手首に手錠の跡がついていることに気づきます。ということで2人目の男性を信じることにしました。妹の方を見ると妹も同じことに気づいたようです。うなずき合って他の2人の男性に近づき気絶させました。真ん中の男性は親指を立ててから自分についてくるように指示してきます。迷路に戻って何度も何度も曲がり角を曲がります。この人本当に行き先を分かってるのか、どのくらいここにいるのか、本当に正しい判断をしたのかと心配になってきたところで巨大な金属製のドアにぶち当たりました。ここを開けるためにはパスワードを入力しなければいけません。ラッキー、またヒントがあります。メモには次のように書かれています。マーチの5日、オクトーバーの1日、エイプリルの2日、ノーベンバーの4日。これこそ男性が未だ抜け出せていない理由です。コードが解読できなかったんです。皆さんはわかりますか。マーチの5日はマーチという単語の5番目のアルファベット H を指します。同じようにオクトーバーの1日は O、 エイプリルの2日は P、 ノーベンバーの4日は E、 パスワードは HOPE です。入力すると当たり、うまくいきました。鍵がカチッといって重いドアが開きます。やりました。
外に出ることができました。まだ朝早い時間で、どうやらここで一晩過ごしていたようです。あれ、聞こえますか？足音、追われているようです。すぐに安全な場所に逃げましょう。選択肢は3つ。左には暗い森が待ち受けています。正面には町、右には湖。どこに逃げますか？周りに人がいるため、町に逃げるのが得策です。さあ、もたもたしないで、逃げて。